ドジャース、大谷翔平投手が53本塁打 &55 盗塁、53から55と誰も歩んだことのない道を突き進んでいる。かつてエンゼルスで監督を務めたジョーマ・マドン氏が、大谷の外野手でのポテンシャルなどに言及し、私なら彼を保守以外ならどこでも起用する、などと述べた。2020年から2022年途中までエンゼルスを指揮したマドン氏は、 MLB ネットワークの番組、MLBNow に登場。司会のブライアン・ケニー氏から、彼はもしかしたら60から60を達成するかもしれないが、彼が外野を守っていたら、どうなっていただろうか。この先、昌平大谷にどのくらい投手をしてほしいと思うだろうか。と質問を投げかけられた。マドン氏は、要するに、しばらくの間我々は彼の投球を見ていないから、 彼の投球がどれほどダイナミックなものかについて忘れてはいけないということ。私の考えでは彼は投打両方をやり続けたいと思っているだろう、と試験を述べた。さらに、毎日左翼氏としての出場に関するあなたの質問に答えるとすると、彼は毎年球援に選ばれるだろうし、将来的に殿堂入りするような選手だろう。もし彼が左翼や右翼を毎日守っていたら、 今年とまさに同じような活躍になっているだろう。外野手として打者に専念させても今季に匹敵する成績を残すと語った。マドン氏はそれでも彼は投げたい思いがあるだろう、という。そしてここ1年彼の投球を我々は見ていない。だからそれがどれほどダイナミックなものかを忘れちゃダメなんだ。彼は二刀流を続ける限り、投手としての時間を費やす必要があるため、 攻撃面での貢献度が落ちるかもしれない。投手として彼が持つインパクトがそれをどう補うか。その方程式がどういう形になるか私にはわからない、と伝えた。そこでケニー氏は、彼はガイアを守れる。ガイアを守るところを見たことのあるのでしょうか。と問うと、マドン氏は、打撃練習でなら見たことがある。非常に足が速いし、ロングストライド。 彼には野球に対する生まれ持った精神的な才能というものがある。私なら彼を保守以外ならどこでも起用するだろう。彼なら保守以外ならどんなポジションでも守れるだろうし、野手としてゴールドグラブ級の動きができるだろう、と語った。今季は打者専念したことで圧倒的な成績を残しているからこそ、元監督として東大二刀流が復活。